どうも、ハイチーです。今回はですね、数学のクイズをやっていこうと思います。完全に気まぐれなんですけど、実はですね、今仕事をしていて、ちょっと休憩をね、しようと思った時に、ふと、なんか数学のクイズやりたいなって思ったんです。思うことがあるんです、そういうことがね。で、そのネットで調べてたら、まあ、この問題が出てきたんですよ。いっぱいいろいろあったんですけど、で、問題がこうやって表示されたら、ちょうど答えが多分下にスクロールしなきゃない状態で、問題だけ見れたんですよね。で、これやろうかなと思ったんですけど、ちょうど答えも見れてないし、これ動画でやってみようかなと思って、板書して、今撮ってるっていう感じ。なので、皆さんもぜひね、動画止めていただいて、一緒にちょっと考えてもらえたらと思います。今から自分もダラダラちょっと考えていきますけど。で、問題としては、正方形に9個ね、これ点が打たれてますと。で、これを9個全部点を通るような4本の直線で通るってほしい。ただし、一筆書きと、いうルールがある状態でございます。で、これね、まあ、問題シンプルですからね。ぜひぜひ、みんなも終わった後に、お父さんお母さんとかね、あと友達とかと、まあ、ぜひ、出してみてください。じゃあ、まあ、編集入れますけど、きっとね、これはね。やっていきましょうか。まあ、これちょっと書いちゃうとあれか。9個ですよね。で、まず、ちょっと普通にセオリー通り行くんだったら、まあ、この点を9個なんで、一筆でしょ ?1、2、3、あ、そうか、4、5でダメなんですね。一筆書きしてるけど、これで5本だと。で、おそらく、こういうクイズっていうのは、このね、この上だけじゃ勝負できないと思うんですよ。きっと外に出る。じゃないのかなと思うので、外に出て勝負をしてみましょう。なので、例えば、あと、ね?こうさ、わかんないけど、こういう風に、外とかに突っ切って、正方形配置だからさ、ここの、まあ、同じ距離で打てば、ここ通りますもんね。こう、俺がちょっと図形が変になってるけど、2、あ、いけんじゃないこれ。2、3、4じゃん。あれ取れたか。これ4本でしょ。ちょっと答え確認しましょうか。パソコン持ってきますね。よいしょ。ね、形はちょっと違うんですけど、やってることは同じなので、OK です。あ、これでもなんか有名な問題なんですね。俺知らなかったもんね。有名なんか。これ、あ、まあ、まあ、投稿します。皆さん目に触れてるから投稿してると思うんですけど、まあ、これで OK。多分他の、形というか、ちょっとね、三角形がこう、傾きが違うものが出てくると思うんですけど、こんな感じで解けました。すいません。もっと苦戦するかと思ったんですけど、できちゃった。はい。シリーズにするつもりはないんですけど、まあ、もしね、ちょっと楽しかったよって思うけどとか、ぜひまたちょっと次回見てみたいなって思う方は、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。そしたら、ちょっと探して、また撮るかもしれませんので、まあ、息抜きがてら見ていただいてありがとうございました。